日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？レジャーの夏、リエの日本大捜査、サマーバケーション in ジャパン。今週はジャパラビ、妖怪の国からご縁の国へ、鳥取島根大冒険第3章。先週は鳥取市内から倉吉市へ移動、鳥取名産品の美味しい梨をたっぷり試食した後は三朝温泉でのんびり。今週は倉吉駅から JR 山陰本線で2駅、到着したのは到着香川湯沸きです。ここは湯沸きです。お前はここ湯沸きだよ。ここは湖南駅入れば真実はいつも一つ。すみません、ここは何駅ですか？ここはジェム駅です。うやここは湖南駅、 JR 由良駅、通称湖南駅だから見て、湖南、湖南、窓からも湖南、ロッカーも湖南、階段にも湖南、湖南だらけ。もしかして湖南ここに生まれたの？ちゃんと、うん、湖南のお父さんが生まれた。お父さん誰？青山剛昌先生。誰よ？漫画描いた漫画の先生。作者？作者。じゃあなんで青山駅言わないの？あ、メレか。いやえ見た目は子供、頭脳は大人。知ってるよ。へっへっへ、こうなんでしょ。やぶれい。あ、メラ、おい、もう、もう、大人が、もう、もう。見た目は大人、頭脳は子供、その名はジェームヤオ。ヤオじゃねえよ、俺はブースリーです。トーン、トントン、アロー。へい、じゃあもうコナンここだけかな。違うよ、まだまだこれからコナンが始まるんだ。どこだ？これからコナンロードというのがあって、で、コナンがたくさん出てくる。じゃないか、あ、じゃあ JR 由良駅、愛称コナン駅。鳥取から JR でつながっている小さなこの駅は、名探偵コナンに会える街、北栄町への入り口です。あ、これだ、新一くん。コナン、これも新一くんだってば。これは高校生の方。こうやって、うん、ここのコナンロードには 1.4 キロにコナンの登場人物が12体こうやって並んでる。おー、全部見れるの？これ見れる。 1.4 キロ。あ、新一くん帰っちゃうやん。歩いても 1.4 キロだよ。歩けるし、あと駅でレンタサイクルも。いくら？400円。え？ 400 円？さあ、今でも、でも大学さあ、で、今でも。楽しいね。で、あの、ブロンズ像だけじゃないよ。マンホールとか、あと単行本のプレートとか、いろんなところにいろんなコナンがあって、すごい楽しい。あの、うん。これだけじゃ物足りない。は？本物のコナンみたい。やうわ。やう？I'm sorry. 誰？わ、わ、チェーン答えなんですよ。駅から湖南通りをまっすぐ進むと、到着するのは青山剛昌ふるさと館。この中で事件が発生するかも。僕の名前は名探偵コナン。メアリエ。コナン。コナン、本物のコナンになりました。イエーイ。じゃあ僕は怪盗キッドです。毒薬飲んだの？何や。私が知ってる怪盗キッドはもっとなんか背が高くて、毒薬飲んで縮ん低くしてこんな感じでしょ。はい、早く切符買わないと。あ、いろいろ見れるが。うん、楽しみ。はい、ありがとうございます。どうも。はい。わあ、かわいい。僕の顔だ。ん、はい、開けるすごい、これ何種類かあるんだね。3種類があるんです。3種類、うん、すごいでしょ。嬉しい、綺麗になるね。じゃあどういうもの見れるか、うん、館長に聞いてみようか。館長さん。はい、いらっしゃいませ。もう一種類はここ。あ、もう一種類。おお、いろいろあるんだ、はい、選べるんですか？3種類ですね。あ、ここ選べるの？ここ選べない、はい、選べないですね。選べない、はい。お楽しみだ。そうです、はい、はい、館長さんも一緒ですね。一緒ですね、はい、コナンなんだ。はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、お願いします。少年時代です。青山先生、やっぱり絵が上手ですね。すごい、ああ、漫画もしっかり描いて、ね、少年時代からこんなに、はい、お母さんが、ね、残してたというのはすごいですね。そうですね、はい、今度は、ね、これが卒業文集。あそこにね、あの、私立探偵専門の漫画家になりたいって
夢がもう実現してるんですね。あ、もう子供の頃からやっぱり推理小説とか好きだったんですね。大好きでね、漫画家になりたいって言ってね、はい、なんか中学、高校、大学で大学に漫画クラブに入ってましてね。でやっぱりその時もミステリーとか推理関係のもの書いたりもしてたんでしょうか。はい、もうだから仕事をね、つかずに卒業したらすぐに受かっちゃいましたね、小学館のキャンペーンが。でずっとで回答期、回答期、回答期ってこれは僕だ。そうです、そうです。やっぱりなんか毒薬飲んだよね、はい、なんかちょっと違う。刃、刃、これも多分香港でもあったと思いますけど、5年ぐらい、ね、やってたんです。でこの後が名探偵コナン、はい、ここは青山剛昌先生の部屋も再現したところですね。はい、あれこれコナンの部屋じゃないですか。コナンもここから生まれたんです。生まれたの青山先生の部屋。え、おいはレガンボールを見てる。青山先生が漫画を描いてる部屋の再現。正解。はい、こんな感じなんだ。僕がここで生まれたんだ。いないね、全部コナン。え、あ、いた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 。お手を触れないでください、触らないでください。触れないよ。あ、ここで生まれたんだ。私もここから生まれた。そうです。あ、いいですよ、先生の椅子に。あ、先生の椅子に特別許可だ。特別許可だ。どう、お父さんの椅子は。なんか謎が解ける気がしてきた。犯人はあなただね。え、はい、ここはですね、青山剛昌先生年に1回帰られる時に持参して持って帰られる原画台ですね。へえ、生の原画です。必ず年に1回、はい、はい、そうです。わあ、すごい。はい、もうこれは貴重品ですね。お正月にはじゃあ必ずここに寄られるということですか。そうですね、イベントをやるんです、ぜひ。楽しみですね、はい、でこれはもう世界中、今25カ国のコミックがありますね。25カ国、はい、本当もある。あるよ、なんで知らないの。あるよ。そうです、そうです。オーナーマン、オーラン、はい、オーラン、オケタカ。特に香港、マカオ、台湾、中国、韓国、大人気ですね。大人気です。今度はですね、蝶ネクタイ型変性器体験できますよ。蝶ネクタイ型変性器、はい、本当に、はい、体験できる、はい、押して回す。あ、そうです。いや、インサーン、マネタイマネガン、犯人はジェームヤー。わー、いろいろありますね、やっぱり。ほほい様、ほほい様。もしもーし、もしもーし。うわっ、ほほほ、おいで、こっちも面白いよ。メガが、ジョメガメガ。これ何ですか。これはね、コナンが愛用しているターボエンジン付きのスケートボードです。乗れるんだ。はい、乗れる。スピードアップしますよ。これはこれはね、この北栄町、コナン通りとかね、たくさん回ってますね。あ、これで、はい、これで回れます。すごい、楽しい。はい、コナン通りですね、これは。わー、コナン体験ができるんだ、はい、楽しいね、これ、うん、いい運動だね、私たちさっきコナン通り歩きました。あ、そうですか、はい、もう歩いたんですか。これ使えばよかったのに。早かったのにね、これだと。じゃあ先生、また何がありますか、はい、あとはね、トリック体験ができるんです。トリック体験、はい、密室のトリックって謎を解くんだ。はい、今度はね、外からね、この鍵をかけるトリックなんです。外から鍵をかける、はい、外からテープの先をくっつけて、うん、で、あと戸を閉める。うん、戸を閉める。で、引っ張る。で、引っ張る。引っ張る。お、お、は、はい、どうした。やばい。あ、鍵がかかっていた。そう、中は密室。密室、誰も入ることができない。はい、密室のトリックです。これ、良い子は真似しちゃダメよ、大変なことになるから。はい、お母さんに怒られるよ。もう怒られるんじゃないよ。警察呼ばないといけないんだよ。謎が解けました。わかりました。はい、今度はね、おばあちゃんがね、おばあちゃん生きているように歩いているトリックですね。はい、スイッチを押してみますか。歩いてる。あ、手離していいですよ。おばあちゃん歩いてる。はい、あ、光を動かすことで、はい、はい、おー、人が動いてるように見える。これすごいよ、撮影技術です。あー、どうやってこういうトリック考えるんでしょうね。そうですね、うん、それがトリックです。それがトリック。あー、そっか、わからないですね。面白い、はい、館長さん、一つ問題があります。何ですか。
私たち電車の時間が近づいています。あ、電車はね、待ってくれないですよね。行かないと、はい、どうもありがとうございました。ちょっと待って、レンタルですよこれ。はいはい、もう返さないとダメ。チェーンバーだけじゃ。でもこれ誰でも借りれるんですか。そうです。いくら。1時間600円。1時間600円で消費税。プラス消費税。でも安い。安いね、楽しい。で、返却して出発しないと。返却しなきゃダメ。はい。もうハルトメイド。来週は始まってるよ。山田さんだ。サラリーマンの山田さんです。はじめまして。こんにちは、日本マン。ジャパナビ鳥取島根大冒険、来週もお見逃しなく。